シュトラールズンと抗議戦は30年戦争中の1628年5月から8月4日、アルブレヒト・フォン・バレンシュタイン率いる皇帝軍が実施した工場戦である。デンマークとスウェーデンはスコットランドから相当の支援を受けつつ、シュトラールズン島を防衛した。この抗議戦は、バレンシュタインの一連の勝利に終止符を打ち、その失脚に寄与した。シュトラールズントの守備隊は、 歴史上で初めてドイツの地を踏んだ、スウェーデン軍である。この戦いは事実上、スウェーデンの30年戦争への参加となった。デンマーク国王クリスチャン4世は1625年、神聖ローマ帝国に宣戦した。それから、ティリー・ハクヨハンセルクライス率いるカトリック連盟軍に行しエルンスト・ホンマンスフェルト率いる軍をもって帝国へ、侵攻させる。 これに対し新生ローマ皇帝フェルディナント2世は、ティリー博を支援するべくアルブレヒト・フォン・バレンシュタインに、追加の軍を招集させた。バレンシュタインは1626年、マンスフェルト・オデッサ・ウバシの戦いで破る。マンスフェルト軍の敗残兵は、中央ドイツを離れ、ベトレン・ガーボルの軍と合流するべく、シュレーズ・イエント・ハンガリーへ向かった。同年8月、 ルッターアーム・バーレンベルゲの戦いで、ティリーハクがクリスチャン四世を破り、12月に、プレスブルクの和訳によってベトレンが中立化すると、ティリーハクとバレンシュタインは続いて、ニーダーザクセンとオーバーザクセンの帝国クライスで編成されていた、クリスチャン四世の軍を、北ドイツ平原から駆逐したのみならず、デンマーク領ユトランドまで圧迫することができた。 ポメラニア公国とシュトラールズントが属し、当初は分割されていたオーバーザクセン帝国クライスは、自衛が不可能となり正式に中立を宣言する。クリスチャン4世の軍は、スコットランド軍の専門知識に著しく依存していた。スコットランド出身の士官は300名も勤務しており、デンマーク及びノルウェー出身の士官を数において3、1の比率で上回っていたのである。 またクリスチャン4世は、ドナルド・マッケーが、エルンスト・フォン・マンスフェルトの軍のために招集していた、スコットランド人、部隊2000名から3000名に加えて1627年、9000名のスコットランド人軍団を招集する免状を発行した。その代わり、マンスフェルトはデンマークに配置される。スウェーデン国王グスタフ2世アドルフは1626年以降、 新生ローマ帝国と同盟していたポーランドとの戦争に巻き込まれていた。この戦争において、スコットランド人、アレクサンダー・レズリーは、東プロイセン、ピラウの司令官、総督として、スウェーデン軍で軍歴を積み始める。グスタフ二世やドルフは新生ローマ帝国に介入する計画を立て、身分制議会の委員会も1627年から1628年の冬、 それを承認した。1627年11月、ポメラニア公国は神聖ローマ帝国に降伏した。ポメラニア公ボギスラフ14世は、バレンシュタインの代理として、ポメラニアにおける帝国の占領軍を率いていた、ハンスフォン・アルニムとフランツブルクで、降伏文書に署名したのである。この占領をもって、バレンシュタインは神聖ローマ皇帝フェルディナント2世のため、 デンマーク国王クリスチャン4世に対してバルト海の南岸の確保を図る。フランツブルクの降伏条件ではコートを除く全ての町に帝国軍が駐留することになっており、バレンシュタインはアルニムにポメラニアの諸公を占領し、早くも10月には船舶を押収するよう命じた。しかし、シュトラールズンとはハンザ都市として総王の自治権とポメラニア区下からの独立を、 認められていたため、屈服を良しとしなかった。こうしてシュトラールズンとは1628年2月以降、降伏に従うよう指示するボギスラフ14世の命令を無視し、まずデンマーク、それからスウェーデンに支援を求めたのである。1628年5月から、アルニムの指揮下に、バレンシュタインの軍によるシュトラールズンとの行為が始まった。 それまでに住民2万名を要するシュトラールズントの町は召集された1500名とその他に重募された平1000名合わせて2500名の市民軍が守備についていた同市に対する皇帝軍による初の大規模な突撃は5月16日から24日にかけて完工されている1628年のシュトラールズントの地図デンマーク国王クリスチャン4世は シュトラールズンとの求めに応じ、マッケー指揮下のスコットランド兵900名を含む7個中隊とドイツ人中隊1個から構成された軍団を町の防衛のために展開した。5月8日には派兵していたにもかかわらず、その上陸は5月24日のことであった。当初はデンマーク系ドイツ人のハインリヒ・ホルクが総督に任命されていた。ホルクが増援を求めて辞任した後、 マッケー連隊のスコットランド人、アレクサンダー・シートン・中佐が公認となる。皇帝軍は5月26日及び27日、改めて突撃をかけた。それが阻まれると、アルニムは、バレンシュタインの到着を待つべく砲撃を再開する。6月20日、すでに6月2日に派遣されていた、フレッツ大佐、ジェームズ・マクデューガル大佐とセンプル少佐率いる、スウェーデンの援軍が到着した。 6月23日もしくは25日、シュトラールズンとは、スウェーデン国王グスタフ2世やドルフと20年間の同盟を締結した。続いて、グスタフ2世やドルフは、ドイツの地に置かれた者としては、史上初となる守備隊をこの町に配置する。これは30年戦争における、スウェーデン参戦の行使となった。ロバート・モンローは、センプルが、ほぼ到着の直後に戦死し、 マクドゥガルが一時的に捕虜になったと記録している。しかし彼は、このスウェーデンの援軍が自国民の救難のため志願してきたと特に言及しており、既存のデンマーク軍守備隊とスウェーデンの援軍におけるスコットランド兵の実数に触れている。6月27日、バレンシュタインは後位軍の指揮を取り、その夜から改めて要塞に突撃した。 シュトラールズンと要塞の重要部分の守備を託されていたスコットランド人部隊はその極めて激しい戦いによって注目を浴びた。主要な突撃はロバート・モンロー少佐が指揮を取る東のフランケン地区に向けられた。スコットランド兵900名のうち500名が戦死し300名の負傷者の中にはモンローも含まれていた。ロスラディンがモンローの部隊の救援と 失った土地の奪回を果たす。この突撃により、守備隊は戦死者、捕虜合わせて2000名を出した。門道は後に、これを我々は順番に従った休養どころか、眠るために持ち場を離れることもなかった。と回想している。それが6週間も続いたのである。後為戦を描いた同時代の同伴が、クる6月28日から6月29日にかけての夜、 バレンシュタインは、要塞施設の外歩のダッシュに成功した。ロスラディンは負傷し、シートン総督が指揮を引き継ぐ。6月29日、ポメラニア公ボギスラフ14世は、フランツブルクの降伏に従い、バレンシュタインに降るようシュトラールズンと説得するべく、敗下の行為の貴族、プットブスクと少女のホルンを派遣した。6月30日、ロスラディンは、 再び砲撃に訴えるようになったバレンシュタインとの交渉を始めないよう街を解き伏せる。同日、スウェーデン艦10隻がバレンシュタイン軍の激しい砲撃下にあるシュトラールズンとへ600名の援軍をもたらした。それから間もなく、クリスチャン4世はアレクサンダー・リンゼイ率いるもう一つのスコットランド人連隊に町の防衛を支援するよう命じた。 これらの部隊は7月4日頃に到着した後、ほとんどバレンシュタインが自ら指揮した突撃によって、1個連隊が4個中隊に損耗するほど甚大な被害を出している。7月10日、バレンシュタインは町の北西にあるハインホルツと呼ばれる森でシュトラールズントと交渉し、同志にポメラニア軍の受け入れを要求した。7月21日、 その条約にバレンシュタインとボギスラフ14世は署名したが、シュトラールズントは署名しなかった。ボギスラフ14世が町に責任を持ったものの、この条約が発行することはなかったのである。すでに7月2日、シュトラールズントにはデンマーク軍400名が、その翌週にはドナルド・マッケイとリンゼイ率いるデンマーク人及びスコットランド人の連帯戦100名が来園していた。 7月17日までには、アレクサンダー・レズリーの指揮下、より多くのスコットランド義勇兵を含む1,100名の部隊が到着し、シートンから総督職を引き継ぐ。レズリーは合わせて4,000名から5,000名を率いることになった。デンマークからの援軍は、後位戦の間に2,650名を数えるまでになる。レズリーが取った最初の行動の一つに、 好意軍への大胆な衝突撃があり、ロバートモンローは次のように記述している。総督となったアレクサンダー・レズリー卿は、同郷の者の信頼を得るため敵軍への襲撃を決意した。そしてこの町における最初の試みとして、同郷の者たちのみに、その信頼を与えたいと願っていたのである。7月21日から24日にかけて、激しい雨が戦場を泥沼に変えた。 8月4日、バレンシュタインは30年戦争における初めての風運を認めつつ、行為を説いた。行為戦が失敗に終わった後、バレンシュタインはクリスチャン4世と最後の戦いに及ぶべき近郊のボルガストへ向かう。デンマーク軍がその一帯に上陸し、ウーゼドム島を占領すると8月14日、ボルガストの町を無欠で攻略していたのである。8月22日、 バレンシュタインはこの街を奪還した。ポメラニアに上陸するスウェーデン国王グスタフにせ世、アドルフ。同じく8月、スウェーデンの最初、アクセルを苦戦シェルナが、シュトラールズントを訪れ、バレンシュタインに交渉を持ちかけた。しかし、バレンシュタインはこれを拒絶している。シュトラールズントを攻略できなかったことは1630年のバレンシュタインの一時的な悲鳴につながる、障害の一つとなった。 1630年6月、グスタフ2世やドルフがポメラニアへ侵攻したとき、彼は上陸する自軍の側面を援護するために、シュトラールズントを共闘歩として利用した。同年7月、ボギスラフ14世は、グスタフ2世やドルフとしてティーン条約を交わし、同盟を締結する。続いて、バレンシュタイン軍は、ポメラニア広告から駆逐され、1631年6月に、 グライフスバルトで同軍が降伏すると、スウェーデン軍が、ポメラニア広国の支配権を完全に掌握した。スウェーデン軍の戦役の間、アレクサンダー・レズリーのシュトラールズンと総督職は1630年、スウェーデン軍に仕える、別のスコットランド人、ジェームズ・マクドゥガルに引き継がれた。1679年から1697年に、かけて、同職は、これまた別のスコットランド人、 ピーター・マクリーンに託されている。バレンシュタインの軍の一部は国士病に罹患していた。後為戦の間、それが市内に流入し、8月から9月だけで2000名の命を奪っている。シュトラールズンとの戦いは、ポメラニアの民間伝承に足跡を残した。シュトラールズンとの住民は、1628年の後為戦を年に一度の祝祭、バレンシュタインターゲとして記念している。 ハインホルツの位置を示す、同時代の地図の断片については、下記のリンクを参照。ギーシュニック、ピーター、ペロインフォ。2009年8月1日閲覧。ありがとうございます。